虫がすげえ飛んでんだけどな。あれか、これ、ちょっとね、今ね、やばいことになってんのよ、実は。あー、匿名の方、いやだ、赤王、ビリーズ、ソフトバンク、サンバ大使、ありがとうございます。ありがとうございます。実はね、今ね、結構やばいことになってて、ラーメンのスープが腐ってるんですよね、カップラーメン。で、多分ここら辺の飲み物も、表面腐ってるっていうか、カビが生えてるのあると思うんで、こういうのが原因なのかな？虫がこういっぱい、ちょっといっぱいっていうか、なんかでかい虫が何匹かいるんですけど。で、ここら辺の飲み物も多分表面カビてるのいくつかあると思うんですけど。明日ぐらいに片付けようかな。いや、なんかさ、夜だともう片付けるのめんどくさくなっちゃうんだよね。やるんだったらなんか昼間にやりたい。やるんだったら昼間にやりたいからな。なんかね、夜だとね、やる気が一気に失せるんだよね、なんか。でも、ここら辺もなんか、食ったもんとかもう山積みなんで。ほら、飲み物とか食い物とかね。ちょっと暗くてよくわかんないかな。ピント合わないな。で、こっちにもなんか、こうやって、パソコンの上にこうやって乗ってるんですけど。で、匿名の方です。部屋臭くないの？いや、普通に臭いっすね。匿名の方、キンフワッチ君やった。めっちゃありやす。で、それさ、このマウスと、このキーボードを使えるスペースが見て、ほら、ここしかないの。こんだけ食い物がこんだけあるから、これがもう端になっちゃって、キーボードとマウス、このスペースしか使えないっていう。レンチャーだっす。金風船じゃなくて、なんだっけ、金フワッチからっす。やばいっすよね、これ。やばくないっすか？延長代かかっちゃう。やばいっすよね。こんな状態なんですよ、今。俺もさすがにそろそろ片付けんといけんかなと思うんですけど。ちょっとやばいっすよね。それだけ配信は大変なので、いや、関係ないっすね。配信とかは関係ないから、これは絶対。別に配信してても部屋綺麗な人なんか腐るほどいると思うんで、それは個人のもう片付けられるか片付けられないかの違いだと思うんですけど。配信してる人みんなが、ねえ、1万人いたら1万人みんなが片付けられないっていうんだったら、まああれなんかもしれないけど。ちょっとやばいっすよね、これね。結構ね、匂ったりはするんですよね。ちょっとやっぱ匂いますよ。不衛生配信するな、センスない配信者は見切りつけろよ。でもさ、ぶっちゃけ配信のネタ的には、不衛生な方が人来ると思うけどね。まあ別にそれを売りにはしてないけど、俺。なんか別に、普通のなんかサラリーマンとかまともなサラリーマンがすげえ綺麗な部屋で配信してるよりも、なんかほんとゴミみたいなやつがゴミだらけのとこにいた方が、なんか人ってそっちの方が興味はあると思うけどね、ぶっちゃけ。まあ別にそれはね、もろ売りにしてないけどね。なんか別にこれ常にこの散らかってるとこ見せてるわけじゃないし、今。だって多分だけど、これをなんかもっと散らかってるのをもっとなんか画面上で見せたりとかして、ゴミ屋敷もうどうしようみたいなタイトルとかでやったら、多分今の閲覧は多少増えると思うんですよ。やろうと思えば。ちょっとはね。そんなもんじゃない。
ふう。だからまあ別に散らかってるか散らかってないかっていうのは別にね、センス言われても、ただ散らかってるだけだからな。うん。あと別にこれ、配信のネタでやってるわけでもなく、純粋にこれは片付けられないだけなんで俺が。純粋にただ片付けられないだけだから、別にネタでわざとやってるわけでもなく。